はい、皆さんこんにちは、ハッスルマミーです。今日は、デシウムのファウンダー創業者のブランドンが生前インタビューで答えていたオーディナリーの中で好きなプロダクツを3つ挙げていました。1つはナチュラルモイスチャライジングファクター、2つ目がスクワランオイル、そして3つ目が EUK134 0.1% 抗酸化作用のあるこの美容液を挙げていました。ブランドンはスクワランオイルはボディに使っていたそうです。デシウムのラボにいつもいたというブランドンだけあって、こういう抗酸化作用がある美容液 EUK にはこだわりがあるのかなと思いました。そんなブランドンが好きだった EUK のお話です。まずはお値段、こちらアメリカで US ドル8ドル80セントになっております。とても手に入れやすい価格ですよね、10ドル以下ということで。はい、果たして EUK134 はどんな効果をもたらしてくれるのか。目に見える赤みを減らしてくれます。そして紫外線から受けたダメージを防ぎます。 UV による DNA 損傷を抑えながら、損傷した DNA の修復機能を向上してくれるんだそうです。また皮膚の保護、肌荒れの再生に効果があるそうです。 EUK134 なんかなかなか馴染みのない言葉ですよね。この EUK134 は抗酸化物質の中でも群を抜いて素晴らしい強力な抗酸化物質なんだそうです。なぜかというと、この抗酸化物質は自己再生する能力があるんだそうです。活性酸素と戦った後にまた自己再生するという。でこの活性酸素をちょっとお話ししていきたいと思います。活性酸素とは何ぞや。活性酸素とは体を錆びさせるものと考えていただければいいと思います。フリーラジカルとも言います。体が錆びつく、それは老化と思ってください。老化の原因となりシミとシワを作ります。この酸化、錆が進むと活性酸素を消去しようとするメラニンが増えます。メラニンが増えるということはシミを作ってしまったり、肌荒れ、くすみ、シワ、たるみを引き起こして老化を早めます。でこのフリーラジカル、活性酸素がどうして増えるのかというと、またストレスだったり環境ストレス、紫外線、タバコ、そしてまた加齢、年を取ることによってこの活性酸素を分解する酵素が体内から少なくなります。そうすると体にどんどん活性酸素が溜まっていっちゃうんですね。これがまた酸化ストレスになります。この活性酸素から体を守ることを抗酸化作用と言います。でこの EUK134 0.1% の中には、活性酸素を分解させる酵素が入っています。この活性酸素を除去してくれる働きがあるんですね。例えば緑茶ですとかビタミン C とかワインに含まれているポリフェノール類などがよく知られる抗酸化物質ですが、このほとんどの抗酸化物質は活性酸素フリーラジカルを除去するため再生できません。ただこの EUK は戦った後さ自己再生することが可能なんだということです。この辺が他の抗酸化物質とは違う、この EUK が素晴らしいという画期的な抗酸化物質だということになってます。はい、ただ唯一問題がありまして、この EUK はアスコビル酸などの強い酸系アシッド系のものと一緒に使用できません。酸系のものと使うとこの EUK が破壊されてしまいます。いいところが全くなくなっちゃうんですね。ではちょっと使い方を見ていきましょう。どのスキンタイプの方でも使えます。ノーマル肌、ドライ肌、コンビネーション肌、オイリー肌、どんな肌でも使えます。フォーマットとしてはこちらは無水、それからオイルフリーになっています。使うときは、水系、ウォーター系のものを先に使って、オイルやクリームの前に使ってください。水系の後に使って、その後オイルとクリームで締めるという感じです。先ほども言いましたけれども、併用禁止なものがあります。併用禁止は強い酸のもの、強い酸系のもの、それからビタミン C、そしてバフェットコッパーペプチドが併用禁止となっています。ペプチド系もちょっと避けた方がいいと思います。でもちょっと肌に出してみましょうね。じゃあこれを、他の抗酸化物質、例えばレスベラトールだったりピクノジェノールと比べるとちょっと併用禁止のものが他のよりも多いので、どういう風に使っていいのかなと思われる方もいると思います。こんな感じね、
ちょっとピクノジノールに似た感じの茶色さです。オイルフリーなんだけども、使い心地としてはなんかオイルのようなちょっとギラギラした感じです。これもね、10分15分すると肌に吸収されて落ち着いてきますので、ただちょっとね、朝時間がないという方はあれかもしれませんね。朝時間が、お仕事行くのに時間がないという方は、夜使った方がいいかもしれません。まあ、使い方としてはヒアルロン酸を使って EUK を使って、ナチュラルモイスチャライズングファクター NMF で締める、まあ、こういった使い方が無難でしょうか。もしくはヒアルロン酸でナイアシンアミドを足しても、もしくはナイアシンアミドだけでも、こういった感じでも使っても大丈夫です。そしてですね、まあ、ちょっとギラギラが気になるという方はこのナチュラルモイスチャライズングファクターに混ぜても大丈夫です。前ミックスの、動画でもお話ししましたかね。こういった感じで混ぜて使うと多少ね、ギラつきがないんですよ、こっちの方が。ちょっと見た目にはちょっとあまり分かんないかもしれないですけれども、ギラギラが気になるという方は、ナチュラルモイスチャライズングファクターを混ぜて、 EUK を混ぜて使ってみてください。はい、併用禁止のものを必ず気をつけて、ビタミン C と混ぜない、バフェットと混ぜない、それからストロング系のアシッド、ラクティックアシッドだったり、そういったものアシッドと混ぜない、酸系のものだと EUK が壊れてしまいます。いいところが全部なくなってしまいますので、それを気をつけてください。はい、最後にね、抗酸化物質を取ることも、まあ、ビタミン C サプリだったり、取ることもいいんですが、スキンケアだとこういったものを肌につけるのもいいんですが、活性酸素、フリーラジカルを作り出す原因を減らすことも老化を早めない大事なことです。まあ、もちろんタバコ、アルコール飲みすぎない、それからストレス、必ず日焼け止めを塗る、こういったものが、活性酸素を発生する原因となりますので、その辺を気をつけるのがまた肌の老化を遅らせる、なんとか食い止める肝になってくると思います。40代、そうです、30代後半からもう40代は必ずもうアンタイオキシダントを取り入れた方がいいと思います。なんとかもうここで老化を食い止める、老化を進ませないために、アンタイオキシダントをぜひスキンルーティンの中に取り入れてみてください。 The Ordinary では4つのアンタイオキシダント、抗酸化作用の美容液があります。アルファリポイックアシッド 5%、 EUK134 0.1%、 ピクノジェノール 5%、 レスベラトール 3% プラスフューロリックアシッド 3%。 私はね、アルファリポイックアシッド 5% を持ってないんですね。セフォラでも、売り切れになってて手に入れられないんですよ、未だに。なので、4つのうちこの3つを持っています。また次回の動画でこの3つの違いをお話ししていきたいと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。